小出忍はホーリネス系の日本の牧師。太平洋戦争中のホーリネス弾圧事件で獄死した小出智春の息子。日本ホーリネス協会牧師、小出智春の息子として1914年に生まれる。1936年のホーリネス分裂事件と和教分離で父親は日本正教会の牧師になる。1942年に父が ホーリネス弾圧事件の時に逮捕され、後に、菅野栄、辻慶蔵らと同じく獄死し、忍ぶが父の遺体を引き取りに行く。父の意志を継いで、日本キリスト教団の牧師になる。1949年、車田修司らが日本キリスト教団を離脱して、日本ホーリネス教団を設立した時に、ホーリネス信仰の宣布を使命として、 日本キリスト教団に泊まり、小原十三氏と共に、ホーリネスの軍を指導する。1964年から1984年まで、ホーリネスの軍の委員長を務める。日本キリスト教団が、教団紛争と反万博闘争で大揺れの時にホーリネスの軍を指導した。しかし、日本キリスト教団の悪しき感化よりホーリネスの軍を守るために、 日本キリスト教団離脱を決意する。1987年、日本キリスト教団を離脱した教会でホーリネスの軍協会連合を設立して委員長を務める。1991年に小出は死去。翌年、教会連合は統合されて1992年にウェスレアンホーリネス教会連合が設立される。同団体は2002年にウェスレアンホーリネス教団となる。 ありがとうございます。